はい、プレイボールどうも野球人です。松尾俊が天才すぎるということでございまして、はい、まあ、今回は DeNA の高卒2年目キャッチャー松尾俊選手のお話をしていきたいと思います。まあ、渡来選手や石上選手、ルーキーの活躍っていうのが非常に目立っていますが、このね、松尾選手も負けておりません。ここまでね、オープン戦で非常に好調でございまして、その前からの1軍の対外試合の成績も合わせると、まあ、打率はね、4割を大きく超えてくるというところになっております。キャッチャーっていうね、特別なポジションでございますから、時間がね、かかるんじゃないかなってとこはあるんですが、ただね、もうかなり仕上がっているっていうところもありますし、この2年目からね、まあ、開幕1軍は確実、早くもね、1軍の戦力になれるんじゃないかっていうところで期待されております。まあまあ、ではね、この松尾選手どういう選手かっていうところ、去年までの成績とおさらいしていきましょう。はい、松尾翔選手プロ2年目、出身地は京都、2004年7月6日生まれ、19歳、178cm、78kg、ポジションはキャッチャーで、右投げ右打ちの選手でございます。2022年ドラフト1位指名、今季の年俸は1100万円、大阪桐蔭高校では、1年生の秋から捕手にコンバートし、2年春には正捕手をつかむと、2年秋の近畿神宮大会を制覇し、3年春の選抜では2ホーマーを放ち、全国制覇に貢献、そして3年夏の府大会でも3ホーマーと結果を残し、自身4度目となる甲子園でも活躍。大会後に選出されたアンダー18日本代表では正捕手も務め、 DeNA に1位指名。プロ1年目の昨年は1軍出場こそなかったものの、2軍で好成績を残し、今季は春キャンプ1軍スタートになっております。はい、この松尾選手、高校時代から非常に注目されていた選手でございまして、初めはね、内野手でありましたが、1年の秋からキャッチャーにコンバートで、正捕手を掴んで圧倒的な活躍を見せて、全国制覇にも貢献しておりました。で、まあ、アンダー18でも正捕手を任されていたっていうところもあって、ドラフト1位はね、確実じゃないかっていうところが言われておりました。まあ、阪神あたりがね、もしかしたら来るんじゃないかみたいなことがギリギリまで言われていたんですが、蓋を開けてみれば DeNA が単独指名。阪神はね、こう浅野選手に行って、くじ外して森下選手というところであったんで、美味しい指名にはなっていたんですよね。で、まあ、去年1年目、高卒1年目ながら、春キャンプはね、1軍スタートになっておりましたが、課題もあるっていうところで、開幕は2軍スタート。まあ、そこからね、1軍で出ることはなかったんですが、ただね、2軍では好成績を残して、今季も2年連続1軍スタート。で、高校の通算の成績見ていきましょう。判明文のみでございますが、54試合で4割1分1厘、190打数の78安打、16ホーマー、55打点、オーベース1点、308という成績になっております。まあ、やっぱね、こうやって見ていくと、高校の通算でもめちゃくちゃ打っておりますし、まあ、打率は4割超え、オーベースもね、1.3 を超えている。まあ、さらに、神宮、近畿大会、甲子園、それらを全て含んだ上での成績でございますから、まあ、レベルの高いピッチャーとやりながら、これだけ打てるっていうのは本当にすごいですよね。で、さらに甲子園のね、成績だけ切り抜いていっても、11試合で3割8分5厘、39打数の15安打5ホーマー、オーペス 1.382 と、もうね、甲子園でも打ちまくっておりました。やはりこう、ドラフト1位指名っていうところ、DeNA が初回入札行ったのもね、納得かなというふうに思います。で、まあ、そんなね、注目されて入ってきた松尾選手、昨年は2軍で104試合で2割の7分7厘、345打数の95安打7ホーマー、オーベースが 0.722 という成績になっております。はい、まあ、去年はね、2軍でしっかりといい成績残しております。ホームランもね、しっかり7本打って、オーベースも 0.7 を超えている。去年のルーキーでいうと、巨人のね、ドラフト1位浅野選手とともに、近年の高卒ルーキーの中ではトップクラスの数字を残しておりました。さらに特筆すべきは三振率ですよね。まあ、大体2割を切れば優秀、1割半ばであればね、超優秀というところではあったんですが、まあまあ、ただ松尾選手は高卒1年目ながら驚異の三振率0割8分8厘というところで、もう本当ね、コンタクト能力っていうのは2軍でもね、上位クラスというところを証明してくれておりました。まあまあ、それもあってね、こう未来の正捕手候補筆頭というところでやはり期待されておりました。で、まあ、キャンプも1軍に抜擢されて、その後もね、落とされることなく、今現在もね、1軍に帯同している状況。では、ここまでの成績はっていうところで見ていきましょう。はい、では松尾選手の対外試合成績見ていきましょう。1軍の対外試合ですね、練習試合とオープン戦を合わせた成績を見ていきます。対外試合、今年は2月の12日、中日戦がね、初というところでありました。ここでは2打数のノーヒットと、ヒットは出なかったんですが、そこから2戦目の2月15日日本ハム戦では2打数の1安打で、17日の中日戦は2打数の2安打ここでしっかりマルチを放っております。で、21日の広島戦も2打数1安打1打点3試合連続ヒット、さらに23日のヤクルト戦も2打数の2安打1打点というところで、少ない打席数ながら着々とね、ヒットを重ねていきました。で、こっからですね、オープン戦に入ります。日本ハム戦ですね、2打数の1安打1打点1ホーマーと、もうオープン戦で、ね、早速ホームランという最高の結果を見せてくれておりました。で、翌日はね、
楽天とのオープン戦2打数ノーヒット1三振でございまして、ここではヒット出ず。で、3月5日ロッテ戦も2打数ノーヒット1三振。で、その次のロッテ戦も1打数ノーヒット1打点。まあただ、それでもですね、3月の8日日本ハム戦。ここでまあ3打数の1安打、2塁打1本。で、10日のね、西武戦は1打席のみであって、ヒットは出なかったんですが、15日の楽天戦は2打数の1安打。で、そして先日の3月19日、オリックス戦で3打数3安打。まあ2塁打1本と、もうほんとね、素晴らしいバッティングを見せてくれております。で、今日のね、20日のオリックス戦も2打数の1安打と、途中からではあったんですが、しっかりとヒットを放っていると。で、まあこの対外試合の成績、全部で合わせていくと、14試合、4割6分4厘、28打数の13安打、1ホーマー。OBS 1.091 という成績になっております。まあここまでね、30打席弱経っておりますが、まあ打率は驚異の4割6分超え、OBS も 1.0 を超えているというところでございますんで、もうめちゃくちゃ打ってるんですよね。フォアボールっていうのは、1軍のね、対外試合では選んでいないので、あれではございますが、まあまあでもやっぱね、三振率も低いですし、もうさすがすぎるというところになっております。で、オープン戦だけに絞っていってもですね、9試合で3割8分9厘、18打数の7安打、OBS 1.035 と、まあ、オープン戦だけね、見ていっても、やはりね、4割近く打っておりますし、OPS も 1.0 を超えている。まあ、しかもね、この時期になってくると、開幕1軍に入ってくるようなピッチャーもね、投げてくるっていうところでございますから、さすがとしか言えません。で、さらに、それだけではなくね、結構2軍の試合とかも、松尾選手出ているんですよね。まあ、ただ、それを合わせた数字も、打率3割を超えておりまして、まあまあ、1軍、2軍、どの試合でもね、しっかりとこう、好調は、キープできているっていうところはあります。まあ当然ね、課題はないわけではないんですが、ここまで打てるとなればね、高卒2年目とは思えない存在感をね、放ってくれてるのかなというふうに思いますし、天才かなというところでございますが、はい。ではまあね、そんな活躍を見せている松尾選手でございますが、現在の DeNA のキャッチャー事情についてもね、見ていきましょう。はい。では DeNA 捕手っていうところで見ていきましょう。まあ、DeNA のね、キャッチャー候補の24年オープン戦の成績、見ていきますと、戸柱選手が18打数で3安打、打率が1割6分7厘、OBS 0.389 と、まあね、昨年一番キャッチャーで出ていた戸柱選手、FA 権を行使せず残ってくれたんですが、ちょっとね、オープン戦は状態上がらず、まあ現在2軍。でまあね、最後3連戦の北海道の遠征にもついていかないというところでございます。で、松尾選手が先ほど見た通り、18打数の7安打、1ホーマー、打率3割8分9厘、OPS が 1.035、しっかり打っております。で、伊藤選手もね、状態は悪くありません。15打数の5安打、1ホーマー、打率3割3分3厘、OPS 0.975。で、山本選手がね、16打数3安打、打率が1割8分8厘、OPS 0.375 と、まあ、正捕手候補である山本選手、ちょっとね、状態が上がっていなかったんですが、まあまあ、でも今日ね、ヒット2本出て、開幕に向けて、やっとね、上がってくるのかなというところはあります。で、マシコ選手はね、2-0、打率0割0分0厘というところで、まあ、ちょっとあまりね、オープン戦には出れていない。で、上皇選手は、出場なしということになっております。で、あとね、キャッチャー登録だと、東選手がいるんですが、外野にコンバートってとこでありますんで、まあ、キャッチャーで言うと、やっぱね、この6人になります。で、まあ、現在ね、1軍にいるのは3人。で、北海道の遠征にも、この3人が行くというところでございますから、開幕1軍はね、山本、伊藤、松尾。このね、捕手3人で確定かなと、まあ、まさかのこう戸柱選手が外れるというところになっておりまして、まあ、こう、キャッチャーのね、層っていうのもぐっと熱いなというところはあります。当然、マシコ選手とかもね、期待の選手でございますし、入れたいなっていうところはあるんですが、まあまあでもやっぱね、今の状態とか考えると、こういう風になってくるのかなというところではないでしょうか。で、そういう中で松尾選手がね、どういう風に起用されるかっていうところ、開幕スタメンはね、やっぱこう、東選手が投げるっていうところで、山本選手になるのかなという風には思うんですが、まあでもね、どっかで、早い段階でスタメンっていうところもね、あるんじゃないかなっていうふうには思いますんで、ちょっとね、今年の保守起用っていうところ、この3人プラス、まあ、あとね、戸柱選手もいるんで、どういうふうに使っていくのかっていうところ、まあ、ほんとね、楽しみしかないのかなっていうふうに思いますが、はい。では今日は以上です。最後ね、ネットでの反応見て終わりましょう。はい。ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。松尾と山本の正捕手争い、レベル高すぎるだろ。本当に横浜かということで、はい。やはり DeNA に関しては、松尾選手がね、高卒2年目ながら出てきてくれている。で、オープン戦はね、そこまで状態は上がっていないんですが、やはり今年の正捕手候補で言えば、山本選手ではないでしょうか。去年ね、後半戦非常に積極的に使われておりまして、で、結果もね、残しておりました。まあまあ、おそらくね、彼が今年高正捕手っていうところになってくるのかなっていうふうに思います。で、まあ、それをね、補うように、戸柱選手、伊藤選手らのベテランがね、構えてっていう布陣になってくるんだろうなというふうに思っていたんですが、いやはやね、そこに高卒2年目の松尾選手が出てきてくると
というところになっております。当然ね、そうなってくれば理想かなっていうふうには思っておりましたし、期待はしていたんですが、とはいえね、やっぱ開幕前にここまで結果出して一軍に入ってくるとはというところではありますよね。本当にこう想像以上の速さで一軍の戦力になろうとしているのかなというふうに思います。まあもちろんね、キャッチャーではありますんで、打つだけではなく守備面というところもね、今後成長していく必要はあるんですが、でもそれをね差し引いてもここまであまりにも順調すぎるのかなというところでございますし、ちょっとねこう怖いぐらいのスピードではありますよね。まあでもやっぱね、今年松尾山本この2人である程度一軍を回して、そこで伊藤戸柱らが支えてくれるっていうね布陣であれば、本当にね DeNA の保守事情っていうところ、未来は明るいなというところにもなってきますし、こうね10年単位ぐらいで安泰になってくるんじゃないかなっていうところはありますよね。まあ以前で言うとね、やっぱ DeNA に関してはキャッチャーがこう弱いっていうイメージがね数年前まであったのかなというふうに思います。まあそれをね三浦政権になって、うまいことをこうキャッチャーをいろいろこう使いつつ回していって、まあまあいい感じのねところになっておりました。ただ彼らがちょっとね年齢っていうところも上がっていって、まあ次世代をどうするかっていうところで、この山本松尾がねしっかりと出てきてくれているっていうのは素晴らしいところではありますし、ちょっとね今シーズンどういう風になっていくかっていうところ楽しみすぎますよね。でこちら見ていきましょう。松尾がシーズン入っても打てるとなると、外野とかのオプション欲しいな。捕手で育てる優先度が高いのは理解できるけど、試合出れないのはもったいないなと思ってしまうということで、はい。でまあ一方でこういう意見もですね出てきております。松尾選手思ったよりもこう打撃がねいいっていうところで、こう開幕一軍というところになっております。ただねやっぱキャッチャーに関しては一人しかね出れないポジションであります。そうなってくるとやっぱねある程度打てるのであれば他のポジションで使わないともったいないんじゃないかっていうところはありますよね。実際ですねやっぱ打てるキャッチャーはそういった起用もね本当に多くなっておりまして、ヤクルトの内山選手とかもろそういった起用法でございますし、今ね正捕手になっている選手とかも見ていくと、まあ森選手も若手時代は外野を守っていたこともありました。坂倉選手もねこうサードとかファーストとか守っておりましたが、今はキャッチャーに専念で、大城選手とかもこうファーストね守りつつみたいなところもありました。やはりこう打てるキャッチャーで言うと、どっかね違うポジションを守るっていうのは割とねどの球団でもやっているところではあるんですよね。なんでそういった起用もねもしかしたら出てくるのかもしれません。で松尾選手に関してはね高校時代内野をねやっていたっていうところもありますし、まあ阪神とかはね内野で見ているんじゃないかっていうところも言われておりました。まあなんでこう内外野ねこなせる可能性もありますんで、まああくまでねこうあまりにも打てたらっていうところが枕言葉にはついてくるんですが、もしかしたらね今シーズンそういった起用もないとは言い切れないのかなというふうに思いますし、これに関してはねちょっと賛否両論というか、キャッチャーで専念させた方がいいんじゃないかというところもありますが、ただねバッティングがいけるようならそういう声も多分出てくるとは思いますんで、この辺も注目ですよね。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。